奈良駅は、長野県塩尻市大座奈良にある、東海旅客鉄道中央本線の駅である。季節によっては、臨時の特急列車や快速列車が当駅に停車する。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。ひそ平沢方丹線、やぶ原片複線の交換可能駅でもある。留置線、古線橋を有する。 古戦橋が設置される前は、ホームの南端と駅舎の間に、構内踏切があったが、現在もその名残がある。駅舎は開業当時からの木造で、宿場町の雰囲気に合う、要所書士を入れている。基礎福島駅管理の簡易宅駅である。旧中仙道の鳥居峠越えを控え、JR 東海の駅では934メートルと、最も標高が高い駅である。 統計塩尻によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りとなっている。旧中仙道奈良井宿は、当駅の南西に位置する。駅前広場の一部は、奈良井宿観光客向けの駐車場も兼ねている。観光地である奈良井宿の玄関駅だが、特急等の優等列車は、爽やかウォーキング等に連動した、臨時停車のみであり、臨時快速のナイスホリデーキソロも毎度休日、 運転でないため、鉄道を利用する観光客はあまり多くない。基礎福島寄りに C12 形状機機関車199号機が展示されている。かつて駅裏に、奈良営林署貯木場があり奈良川沿いに、奈良森林軌道が付設されていた。昭和29年に水害により、休止の地廃止撤去されトラック輸送に変わったが、貯木場も後に廃止された。軌道時期は、 ナライダムの固定になっている。ありがとうございます。